屋のラジオ第79話、会議会議会議。寝れない部屋、寝れない部屋のラジオ始まりました。共同主催のコピトゥースです。どうでしたか？首横に振られた。ちょっと前回寝れない部屋のラジオのね、第一声、新しい挨拶を候補を考えて発表してるんですけど、最近前回ちょっと凝りすぎなんじゃないかっていうダメ出しが出て凝りすぎっていうか長いというか、もっとラフに考えていいんですけどって言われたので、今回こういう形になりました。ちょっといまいちだったっぽいな。もう一回言うか。寝れない部屋。ダメだね挨拶じゃない。難しいな挨拶。そっか。はい、この挑戦はなので、また次も80回もやります。はい、よろしくお願いします。寝れない部屋のラジオ、改めまして寝れない部屋共同主催のコピテスです。現在の日時ですね、8月12日月曜日、夜の9時20分です。うえー10時間に合わない、ごめんなさい。遅刻ですね、今週は。すいません、8月12日祝日でした。今日山の日の振り替え休日ですね。嬉しかった、3連休っていうか、もう世の中的には3連休最終日というか、お盆休みというか、もうお盆休み多分取られる方、このまま引き続きお休みの人多いんじゃないかと思うんですけど、私が働いている会社はお盆休みがなくって、明日から普通にお仕事なので、はい、また明日からね、頑張って働こうと思ってます。お盆休みの人羨ましい。パリオリンピック閉幕しましたね。寂しい。もっとやってやってほしかった言うほどそんなちょっと時差があったっていうのもあって、あんま見れてなかったんですけど、ちょいちょいね、夜更かしできた日とかブレイキンとか見たりとかしてね。いや、結構メダル獲得してましたね。日本、川島さんの方が多分私より見てるよね。そうなんですよ。もういざ終わっちゃうと寂しいね、なんかね。もうちょっと早くやってほしい気持ちもありつつ、いや本当にもうオリンピックまた4年後ね、今度はロサンゼルス行きたいね開会式見たいよ、この目で。ロサンゼルス、なんかね、川島さんが教えてくれたんですけど、ちょっとレッチリが関係してるとかいう情報が流れてきてるらしくって、もうそんなん聞いちゃったらさ、ますます行きたいじゃん、絶対出るじゃんとか思ってね、もうオリンピックの開会式見れるってもうそうそうないと思うんだけど、東京も逃しちゃったしね。だからちょっと4年後行けるようにね、これから私たちも頑張らなきゃいけないですよね。いろいろね、お金貯めたりとか仕事頑張ったりとかしないといけないからね、なかなかね、とかありつつ、この1週間の私のコーナーですねそんなコーナーないんだけど、もうなんか毎回オープニングでこの1週間どんなことがあったかっていうのを話してますが、激うまラーメンを2食いただきましたまたラーメンかよって言わないで。食べました、この暑い中ね。1個目はね、ちょっと言うけど紹介するけど、1個目は高円寺のね、市倉さんっていうラーメン屋さんがありまして、長いんだよね、創業がね、ここ、そこの有名なメニューはなんか赤鬼だっけ、青鬼とあって、辛いラーメンなんだよね。なんだけど
私はちょっと辛いのその日お腹の調子があまりよろしくなかったのでちょっと控えようと思って味噌野菜ラーメンを食べたんだけど、これがもうめちゃくちゃうまくて、今年食べた味噌ラーメンの中で一番美味しかった、もう野菜もそれこそ何だろう、野菜炒めがもうたくさん乗ってて、で味噌ラーメンの味噌も何系っていうんでしたっけ、あれ札幌の北海道のなんか言ってたよね川島さん、あそれ辛い方か、川島さんはあの赤鬼食べたんだよね、辛い方オロチョン系らしく、まあ、一口いただいてでバター入れてて、川島さんそこがほんとバターの風味とまろやかさと相まってその最高で、スープがでそう辛いと言われつつもそんなになんかめちゃくちゃ激辛ってわけじゃなかったから、ちょっと次市倉さん行った時は赤鬼ないしは青鬼を食べてみたいなと思いましたね。青鬼の方はなんかあのシビ辛系というか山椒系みたいです、しびれる系の辛さみたいなので、両方ねちょっとこの暑い夏の時期にやっぱ辛いもん食べたくなるもんね、夏はね、ちょっと食べたいなと思ってます。で2食目の方はこれ私が思ってる方のラーメンに合ってるかな、鶴亀だよね、鶴亀屋さん、鶴亀屋っていうラーメン屋さんで、あの台湾ラーメンのお店なんだけど、でも他にも行ってみたらあの普通の醤油ラーメンとか塩ラーメンとかもあって、まあ、ここはねちょっと台湾ラーメン、いわゆるちょっと辛いラーメンなんですけど、これは台湾ラーメン食べなきゃダメでしょと思って食べましたね。食べたらまあこれも美味しくて、ひき肉が乗ってるんですよ台湾ラーメンなんか、ひき肉とあとニラね、乗ってて、でそれをちゃんとすくえる食べれるようにあの穴開いたレンゲが一緒に入ってて、でも最後の最後まで楽しめて、もう食べ終わった後も麺も美味しかったし、麺全部ね食べ終わって、具も食べ終わった後川島さんとまあ、向かい合って座ってたんですけど、無言で2人ともラーメンのスープすすってましたでも延々すすってて、何この2人っていう川島さんがツッコミを入れつつね、今お店ごちそうさまでしたって外出た後にね、あれはさ、私が美味しかったねの合図でしょって言ってまあそうだねって言って、なんかドリカムみたいな愛してるのサインみたいなあれじゃないけどさ、もう無言でスープすするときはね、美味しかったのサインだよっていうねことを再認識できたので、そのぐらい本当にスープ全部飲見たかったけど、まあ、ちょっと我慢した体のためにぐらい本当に最高でした。まあでもその日は案の定ちょっと辛いものをね摂取したせいでお腹痛くなっちゃったんだけど、私は川島さん大丈夫だったけど、まあ、そういう日もあるよね、まあ、食べたかったんだもんしょうがない、もう欲望のままにねこの日はいただきました。で今日ねまあ、私の中では連休最終日だったんだけど、もうちょっとこれは本当に前々から川島さんにお願いしてたことがあって、今年こそはちょっとお盆の時期にどうしてもおばちゃん家に行きたいと話をしてて、で、まあ、8月のどっかで行けたらいいなと思って様子伺ってたんですよ。そしたら、まあ、今日行けることになって、でなんで行きたかったかっていうと、まあ、おばちゃん家はもともとうちの母の実家 でおじいちゃんとおばあちゃんも亡くなってるんだけど、仏壇があってそこにお線香をねあげる目的が果たせました今日。なんでお線香あげたかったかっていうと、まあ、全然行けてなかったっていうのもあるし、川島さんを紹介してなくて、ずっとおじいさんおばあさんに私の、まあ、一目ねちょっと旦那連れてこうかなと思って、さあ喜ぶかなと思っておじいちゃんおばあちゃんもね、まあ、おばさんもね、おばさん家まで行ったことなかったから2人で行ったんですよ、まあ、そしたら、まあ、すごい嬉しそうだよおばちゃんが
マシンガントークもうずっと喋ってたね。もうありがたかったけど、川島さんも緊張してたからもうなんか逆にそのどのぐらい話していいかわからなかったみたいな言ってて、まあ、全然話してくれていいんだけどなと思いながら、まあ、そうだよねって、初めてのね、そのそういう親戚の家ってなかなか喋れないよなって思いつつも、おばちゃんがめちゃくちゃ喋ってくれたから嬉しかったんだけど、よかったんだけど、いろんな話してくれた。なんかもう私のこと何でも 100% 受け入れてくれるおばちゃんなんだけど今仕事何してんのとかねから始まって、まあ週5でね、ちゃんと働いてるよみたいな言ったら、まあ、川島さんが横からね、まあでもたまに休んじゃうよねみたいな、ね、話をしていいのよみたいな、それもね受け入れてくれるし、何でも受け入れてくれるね、おばちゃんは。で今日初めて知ったのが、おばちゃんの話の中でうちの母がいかにしてペーパードライバーになったかっていう話とかあとは私もう小さい頃から見てるわけですよ、めいっ子とねしてね、発明だったんですよ、おばにしたら私がね。で1歳の私がもうめちゃくちゃギャン泣きしたエピソードとか教えてくれたりとかして、もう爆笑の渦でしたよ本当に私だけだったけど私しか笑ってなかったかもしれないけど、面白いおばちゃんです本当に。でまあ、川島さんの感想としては、私のユーモアな一面はおばちゃんから受け継がれたんだねみたいなこと言っててまあそうなのかな、どうなんだろうな、わかんないけど、でも改めてそう言われるとめちゃくちゃ面白いおばちゃんだなって思いましたね。だからまたちょっと、ね、妹家族とかはまだおばさんと会ってないなかったりするから、今度総勢もう全員集めて一緒に行きたいなとかね思う。すごいボボンっぽいエピソード初めてこんなお盆っぽいエピソード言った気がする、ラジオ初めてはい、でも今日はヘトヘトです。それで川島さんもぐったりです。帰りもなんかいろんなことをやらなきゃいけないのに、なかなかお店ね、お盆で休みだったりとかしてね、入れなかったりして、そういうのもあって、まあ遅れちゃったんだけどね、ラジオもそのせいにしちゃう私。はい、という感じでございます。今週はまああとは最後に言いたいのは、夏フェス行けてないんですよ、まだ行きてー、夏フェス行かしてくれー、本当にもう周りの人とか結構行ってて、いやもう本当に楽しそうで羨ましい。マジでチケット取れないし、まあ、取り損ねてる自分らも悪いんだけど、本当にもうここからはもうあれですよ、ロッキンのひたちなかの9月ね開催されるフェス、これの9月23日のチケット一点張りですよ私たちは。もう、8月21日にリセールがあるので、それにもリセールとして出るか分かんないんだけど、23日はもう売り切れてサザンとイエモンが出る日なので、もう本当にリセール出てほしいし、リセール出たらもう当てる気しかないって川島さん言ってましたそんな気だけで本当に当てることができるのかって思いつつも、でもね、信じるものは救われるだもんね本当に。いや当たってほしい、当てていきたいから、みんなリセール出さ応募しないで少しでも確率を減らしたい、その倍率を減らしたい本当に。当てたいですという感じでございます。あとは、まあ、最後これが一番大事、劇団的にもねちょっと動きがあったんですよ今週ね。でもそれはちょっと後ほど、はい、お話改めてさせていただきたいと思います。では、番組の説明です。この番組は東京で演劇をやってる劇団寝れない部屋がお送りする DIY 型ラジオ番組です。今喋ってるのが寝れない部屋で共同主催をしているコピティスと申します。共同ということでメンバーが4人いるんですが、この番組は私の一人喋りでお送りしています。なお収録してるのは都内某阿佐ヶ谷にある寝れない部屋スタジオでございます。ため息、何のため息か怖くて聞けないホームページ作ってる
あ、更新、そっか、そうなんですよ。これ後で話しますけど、更新作業がねしなきゃいけないことが発生したので、楽しみにしててください。最後まで今回もお聞きください。よろしくお願いします。はい、では、早速ですが本日の1曲目に参りましょう。寝れない部屋で揺らがれど色みなも。お送りした曲は寝れない部屋で揺らがれど色みなもでした。寝れない部屋のラジオ、この番組は以上スポンサーゼロでお送りします。ラジオを始めたい、でも何からやればいいの？そんな時は寝れない部屋スタジオにお任せ。見た目は 1DK の一般的なマンションだけど、ハイクオリティな録音と編集をお届け。台本と音楽の制作もお任せあれ。寝れない部屋スタジオ、詳しくはご存知の知り合いまで。寝れない部屋のラジオ、寝れない部屋のラジオ、寝れない部屋共同主催のコピティースがお送りしています。まあ、ちょっとさっき先週、今週の話か、
させていただきましたが、もう一個ですね、出かけた場所があってね、私たち某阿佐ヶ谷で住んでますけど、阿佐ヶ谷のめちゃくちゃ大きいお祭りの一つ、あの七夕祭りっていうのが今週あの7日水曜日から本当に今日まで12日まであって、それこそまだギリギリやってるんじゃないかな、お祭り。うん、あの阿佐ヶ谷パールセンターっていう大きい商店街があるんだけど、南口にね、そこをもう一丸となって、あのその商店街にあるお店が、そのそれぞれのお店の前に食べ物とかね、あの出店を出すんですよ。うん、それがもうずっと続くっていう、その長い商店街ずっと続く祭りで、で去年私ちょうどこのタイミングで大風邪ひいて行けなかったのよ、七夕祭り。めっちゃ楽しみにしてたの去年。そのなんかね、3週間前ぐらいからもう阿佐ヶ谷の駅前に出るのよ、看板が、なんかぼんぼりとか、あともう飾りも徐々にその本番に向けてどんどんあのみんな準備してって、でその初日に完成するみたいな。だからもうみんな周りのその阿佐ヶ谷の民たちもあのどんどんこう出来上がっていく姿を見て、もう浮かれていくみたいな感じなんですよ。で本当にもう去年はそれこそ川島さんもちょっと体調悪かったりして、もう濡れないヘアスタジオが地獄みたいになってて本当地獄みたいな1週間を過ごしてて、その祭りの最中ね。でもあの近い場所にあるから、商店街からね、音とかその祭り楽しんでる声だけ聞こえてきてて、寝てる時にうーって寝てる時にめっちゃ楽しそうなわけ。もうなんか天国に感じて、そっちの方が商店街が、あいいなみたいな。でもこっちはうつらうつらしてる、いやもうダメかもしんない私みたいなとか思いながらね過ごしてたんですよね。もうその屈辱を晴らすべく、今年はもうその看板が出だした頃ぐらいから、今年は行けるといいねお祭り、風邪ひかないように気をつけて過ごそうねって1日おきぐらいに川島さんに言ってて うざがられてたかもしんない、今思うと。もう思い出したら言ってたから、風邪ひかないようにしようねみたいな。でもとうとうね、元気で過ごせて無事、今週木曜日かな、ちょっと仕事帰りにね行ったんですよ。いやもう本当に人が多くて、その日定時で上がれて改札出たら、まずそこももう人で溢れ返ってて、もう普段の阿佐ヶ谷、土日の阿佐ヶ谷よりももう倍以上いて、待ち合わせとかやっぱみんなそこでするから、でその駅出たところでもそのさっき言った飾り付けっていうのが、なんかあれ笹飾りっていうらしいんだけど、なんかその七夕のね、その丸いぼんぼりの下にもう笹の葉をこうなんていうんですかね、表現してるみたいな感じのサラサラみたいな、あの短冊、長い短冊みたいなのがもうバーって下がってるんだけど、写真撮ったからあのサムネにしてもらおうと思ってるんですけど、これ後でちょっとサムネ見てほしいんですけど、それがもう所狭しとあるのよ、商店街もそうだし駅もあって、であの笹の葉ももちろんあのいろんなとこに飾ってあって、その笹の葉に飾るための短冊とかね配ってんのよ駅前で。いやもうそれ見ただけでめっちゃテンション上がっちゃってやばいと思って、で可愛いしちっちゃい子が配ってて、まあそれちょっと恥ずかしくてもらえなかったんだけど、なんかそういうとこダメだよねコミショ出ちゃって、ちょっと陰キャ出ちゃってああと思って、もうとりあえず急いで家帰ってね、川島さん誘って行かなきゃ祭りと思って、で川島さんもちょうど仕事終わり、行けるぜってなって、もうお腹ペコペコだよって二人ともね、そう行って、でなんかお店出てるしさ、焼きそばとか食べちゃうとか言いながら、いざねその入り口から、あのパールションセンターの商店街の入り口からね入ったんだけど、
もう本当に人で進めないぐらいいて、もう明治神宮の初詣の列ぐらいあっていて、もう商店街がそれで埋め尽くされてるみたいな、もう進む意思がないといけませんけどみたいな感じの人混みなんですよ。本当に暑いしもちろん暑いし外だから。で、あの商店街屋根があって、で屋根があることによってさらにちょっとこう熱気に包まれていて、もうそれでもさ、浴衣着てる子とかいるわけで、ちょっと思ったのよ、浴衣着ていこうかなと思って思ったんだけど、いやもうこれ無理だろっていう本当にまあ、あの毎日あのねオフィスでね、もうガンガンにクーラー効いたところでいる身としては、本当にもうその入り口から結構大ダメージ受けててこれやばいかもしれないとか思いながら進んでって、一生懸命川島さんと、いやもうこれちょっとビールでも飲めばコピちゃんって言ってくれて、あー確かにちょっと飲みたい、いやかなり飲みたいとか思いながら、いやでもちょっと待ってよ、川島さんビール飲めないんですよ今年、そういう十字架を背負ってるんですよこの男はあの毎年ね、何かしらそういう十字架を背負うっていうのをなぜかやってて、今年はビールとジュースが飲めない川島さんは。でもうそれがやっぱ頭にあるから、こんなさ暑い場所でさ隣でさビールなんて飲めるわけないじゃん、いやいやいいよとか言って、いやちょっと喉乾いてる時にね、そんなお酒飲んだら、うん、フラフラしちゃうかもしれないしとかいう理由つけて飲まない断りで、屋台ね、そのお店、ね、そのなんていうんですか、商店街のお店が出してるんですよ。で焼きそばやっぱりあったら食べようかなと思ったの、焼きそばあったので、あったんだけど、よく見たら中華料理屋さんが出してて、でその厨房で作ったのを外で売ってるみたいな、まあ、そういうお店が大半なんだけど、商店街のお店が出すあの出店だから、待てよと思って、これって普通にこのお店ね、あので食べれるやつじゃんと思って、だったらまあ普段行ったら食べれるしまあいいかって思ってスルーしてで次に、まあ、カレー屋さんありました、カレー屋さんタンドリーチキン売ってました、まあええかと思って俺もこれも、もうまたあのね、祭り終わった後に行けば食べれるしいっかみたいなマジで、いや何しに行ったんっていうね話なんですけど、もうその時そういうマインドになっちゃってね、もうめちゃくちゃお腹空いてんのよ、めちゃくちゃお腹空いてんだけど、もうここまで来たらちゃんとしたご飯食べたくなっちゃってじゃあ祭り行くなよって言わないでほしいんだけど、でも本当になんかね、結局近所だと行かないのにね、お店ね、後から考えるとね行かないのに、もその時はもうちゃんとしたなんかご飯食べたくなっちゃって、もうその屋台の中でもレベル高いところのなんか食べたいマインドで、そのあったのよ、美味しそうなのももちろん、うん、あったんだけど、なんか、ね、パエリアみたいなとか、めちゃくちゃ高そうななんかフランクフルトみたいなとか出してるあの酒屋さんとかねあったんだけど、もうそういうところはやっぱ人気あるから大行列で、いやこの行列無理倒れると思って並んでたら、でねどんどん進んでったの、頑張ってもう汗だくになりながら、そしたらそんな中さ、まあこのラジオでもたまに話すんですけど、松の家ね、松屋系列のとんかつ定食が食べれる松の家もあのパールセンターにあるんですよ。松の家平常営業してて、本当に店とか出してないの、前にねスンってしててでも中に割と人いるのよ、めっちゃ涼しそうだ、え何と思って、えここだけ軽井沢って思って本当に
なんでここだけ避暑地やん、でも入っちゃおうかなって、もう本当に誘われるぐらいのあの蛍光灯の光、ほんなにでも入りたくなっちゃって、もう川島さんに松の家行くって言っちゃうぐらい本当に涼しそうで、そこだけ中の人も快適そうにしてるし、いやでももうちょっと行こうみたいな、川島さん思いとどまったそうでそうだよねっつって危ない危ないって思いながら、でまだまだ続くわけ、その商店街長くて、本当に長くて、で途中あのかき氷売ってるお店もあるんですよ。で大体そういうお店あの普段あの食べ物屋さんじゃなくて携帯ショップとかのお店なんだけど、かき氷いかがですかって言って、でかき氷食べたいかもってそのお祭り行く前に川島さんがチラッて言ってたのを覚えてて、なんか食べたいって言ってたからかき氷でも食べるみたいな誘ったわけ。そしたらいやーいいかなってそれ聞いた時に、もしや川島さんも私と同じこと考えてると思って食べるならめちゃくちゃ美味しいの食べたいとか思ってると思ってで、まあ、顔見たらまあなんかそんなようなこと顔に書いてある感じもするわけ。でももう暑くて会話もする気にもなれないぐらい本当にもうヘトヘトで、でもどんどん進んでいく中で商店街、もう何度も松の家が頭をかすめんのよ私の中で。もう本当は松の家行きたい私って思いながらもうどんどん進んでってて、足はね、もうさ本当に松の家がさなんか店出してなかったわけじゃん、出店、もう俺は祭りなんかに踊らされないけどみたいな、本当にクール男子みたいなさ風に見えてきて、でしかも割と人気あるし、これ恋って思って、本当に松の家のことしか考えられないんだけどみたいな、そういう体になってんだけど私今って思って思いつつね、でもここで松の家に引き返したらもう負けだっていう意識も働いてて、もうここで諦めたら終わりだと思って、であと半分ぐらいの商店街いやいけないいけないと思って諦めんなと思って、うん、もうそのままね、もう本当に商店街修行してんのかなぐらい長いんだけど、もう決死の思いで抜けて終わったと思って、で手元見たら買ったもの、まあ、何もないよね、うん、本当に何も買わずに、あんなに楽しみにしてた祭りなのに、本当にもう商店街抜けた時はもう私はもう地獄みたいな顔してて多分あんなに楽しそうだなと思ってた祭りだったのにね、もう汗だくでドロドロで、もう本当にね、それこそもうスターウォーズのあのジャバザハットみたいな顔してたと思うよ私あの時でも見るに見かねて川島さんがさ、もうさもうビール飲めばよかったじゃんコピちゃんって、急にスターウォーズじゃあの川島さんがスターウォーズの T シャツ着てるからさ今さでもあともう本当にドロドロだったのよ体もね顔も心も、でもビール飲めばよかったじゃんみたいな、なんで遠慮しなくていいんだよみたいな言って、いやでもさみたいな、いやもうそんな遠慮される方が嫌だからみたいな、すごい言うからさ、いやまもうそうなのみたいな、もうじゃあ分かったよ、今年あとまあ半年、うん、ビール飲むよ私っていうかそんなこと言いつつさ、もうじゃあもうさ松の家行くって言って最後の最後に言ったら、川島さんはいやちょっとそういえばこの辺ラーメン屋あったよねって言い出して、とりあえずその前まで行ってみようよ、それからもうそのラーメン屋があんまりだったら松の家行こうってなんか励ましてくれて、ちょっと大人に見えたよね励ましてない川島さんもラーメン行きたかったのか、美味しいの食べたいもんね、でラーメン屋の前行って行ってみるかっつって行ったんだけど、もう本当にもうその時は私はもうどこでもいいから避暑地、もう本当にもうどこでもいい、本当にもう私に軽井沢をくださいって思っててもう本当にヘロヘロになりながらラーメン屋ついて、
どうする？入るよ。本当にもうあのメニューもサラサラっと見て、あ、入りますって、もうラーメン屋の中が涼しそうでもしょうがなかったもん。本当にマジで那須高原に見えたし、もうラーメン屋で入ったら本当に那須高原だった。めちゃくちゃ涼しい。あの業務用の扇風機にガンガンのクーラー効いてて、何ここ、天国じゃん、天国ここだったんかいと思いながら、本当に自分もう本当、でもお祭りは悪くないんだよ、ただ暑かっただけなんだけど、もう祭りの先だったんだ天国と思いながら、もう何するって、まあ、食券制だったんだけど、もうビールでっつって一発目に、いやさっき言ったしあんたと思いながらビール注文させてもろて、でもそこで餃子とね、まあ、珍しいんですけど私はスタミナ丼注文して、川島さんスタミナラーメン、もうそこはあの江ノ県っていうね、そこもあの老舗のラーメン屋さんなんだけど、それ食べて、で店出て、いやめっちゃ楽しかったねって言って川島さんにそしたら川島さんが吹き出してめっちゃ笑うわけ、え、なんでっつって、本当に分かんないんだけど、これ今でもなんで笑われてたのか分かんないんだけど、なんで笑ってたんですかあれは分かんない首横に振られた。いや本当にあのなんだろうね、もう翌日ストーリーに載せるぐらいめちゃくちゃ美味しかったのよ、そこが。でマジで天国でした本当に。でも思い描いてた天国はあの江ノ県にあったうんですね。でも、もうあの本当にお祭りはもう楽しい雰囲気だったし、本当にあのワクワクしたし、だから来年も行こうねこうちっちゃいうなずきっていう、あの、まあ、結局蓋を開けたらラーメン3杯食べてたっていうね、もう毎回これ言ってる気がするんだけど、うん、今週はラーメン、あの美味しい激うまラーメンは2杯じゃなくて3杯食べてました。はい、でもお祭り行けてよかったです。ちょっとあの後悔してたからね、去年は行けてよかった。まあただただフェスは行きたいけどね、うん、フェスも諦めずに今年行こうと思ってますという夏のエピソードでした。ではここで1曲お送りしましょう。寝れない部屋フューチャリングあゆでバッドバッドウルトラ。ただただロックを引き寄せ
宙を舞い、ただただ宙を舞い、ただただ宙を舞い、あなたを見ている、あなたを持っている、乾いたロックを思い出してくれたまに、お送りした曲は寝れない部屋フューチャリングあゆでバッドバッドウルトラでした。コピティウスです。ぶっちゃけ私そんなにおしゃべりなタイプじゃないんですよ。まあギチギチに台本書かれてるからやりますけど、寝れない部屋のラジオ、寝れない部屋のラジオ。さてここからはこんな特別企画をお送りします。寝れない部屋ホットニュース。寝れない部屋の最新情報をお伝えする臨時コーナーです。臨時コーナーです。臨時コーナーです。臨時です。はい。はじめ、なんか久しぶりだな。あれフリートーク以外でねコーナーあるのね。みんなちょっと最後まで聞いてね。今回は初回ですが。今後もですね、こちら進捗あるたびにやっていく予定ですので、寝れない日ホットニュースぜひお見知りおきください。今回のラジオのタイトルにもねある通り、会議会議会議と言ってましたけれども、先日も会議をしました。劇団会議、もう割と頻度高めで最近ね会議してるんですよ私たち。うん、実はね頑張ってるんですよ。会議が頑張ってるに入るかわからないけどはい、ではそこでね決まったことなどなどちょっと紹介していきましょう。一つ目のニュースはこちら。寝れない部屋公式 LINE が開設。劇団の最新情報や近況をお伝えする LINE アカウントが出来上がりました。ちょっと LINE アカウント、公式の LINE アカウントなんてさ、いやなんかすごちょっと憧れてて実は憧れがあったのよ。まずこのタイミングでね、寝れない部屋もちょっと作りましたよ。皆さんもう出来上がってるっていうか、もう登録できるんで、お友達追加、そうお友達登録してねとかさ、ポストしようとしたら追加ねって言われて、さっき追加してください、お友達にね。うん、でここではとりあえず今のところ、その今後ねこういうことを発表しましたよとか、そういう近況の情報とかをリリースしていくと思いますので、ぜひぜひちょっと X などと合わせて、うん、登録しておいてもらえたら嬉しいです。なんかこれを機に、さっきちょっと考えたんだけど、スタンプとかね作りたいなって、作っちゃおうかしらとか思ってます私個人的にね。みんながどういうかまだ分かんない、これ会議で話したことないからまだ次の会議で議題でね出してみようかなと思いました。うん、登録してください皆さん、追加してください、よろしくお願いします。はい、では早速ですが続いて2つ目のニュース、こちら。ブログがスタート。劇団員4人が協力して回していくブログがスタートしました。こちら毎度 お題が設定されて、それに対して簡単な写真と文章を掲載していきます。ブログだよ。ブログ。なんか私の中では最近こう劇団さんとかってあんまブログやってないイメージで、そこであえてのね、寝れない部屋でブログを始めていくことになりました。しかもそのブログ世代ではない
劇団員 の、 あの中村玉木ちゃんね、通称玉まが、なんとこのブログ支配人になったということで、なんのこっちゃですね本当にその支配人が、まあ、記事も読んでもらえたら分かるんですけど、その初回は先ほどアップされてるんで、ぜひぜひ読んでほしいんですけど、初回がね、その支配人の玉まが書いてくれてるので、そこにもあるんですけど、支配人がその毎回お題をね決めていくっていう、そういう重要な役割になっておりますので、タママには頑張って、世代ではないけどブログを引っ張っていってもらうということになりました。うん。で、そのまあ記事を読んだんですけど、私も今アップされてるね、タママのいいこと書いてるよちょっと泣きそうになっちゃった私実は川島さんの感想聞いてないから分かんないけど、劇団のねことに対してとかも書いてくれてたりして、いやちょっとね胸熱だったんですよ。なのでぜひ皆さんにも読んでほしいんですけど、まだ見てない人で、今回その毎度かお題変わるんですけど、毎なんていうの4人ね、川島さんも入ってますブログの中に。そう、川島さんの記事も掲載されます。で、4人が、1週間ごとに書いていくんですけど、リレー方式で。なので、曜日ごとに担当を決めたんですよ。その短文割の発表を今、させていただきます。月曜日が、今日ですね、アップされましたが、たままですね、中村たまきちゃん。次の日、火曜日、総務くんがアップしてくれます。楽しみ。このたままの記事を受けて、総務くんがどういうのを書いてくるかっていうの楽しみですね。で、次、水曜日はお休み。で、木曜日が川島さん。で、金曜日、花金は私、OL のホピティウスが担当させていただきます。はい。なんか、みんな、花金だからコピさんやれば、みたいなこと会議で言ってくれて、うん。なんかね、ちゃんとそういうとこね、なんか考えてくれてるっていうか、確かにっていうね、こっちが思わされるっていうね。うん、なのでその1週間楽しんでもらえたらなと平日、はい、思っておりますので、そのアップされるごとに、さっきお伝えした LINE アカウントでもアップされましたよっていうのを流すと思うので、ぜひぜひそちらも合わせてね、追加していただき、ブログも楽しみにしていただけたらなと思ってます。で、今回そのたままが初回アップしてくれたブログなんですけど、今週のねお題、今週のお題はですね、自分を形成するものとなっております。で、たままがその自分を形成するものを写真に撮って、でその写真とともに記事書いてくれてるので、ぜひぜひ。楽しみに、読んでもらえたらなと思います。なんで支配人なのか、え、世代じゃないからええやんってなったんじゃなかったっけ。え、嘘、え、やばい違うって言われた。聞きたいことが多いから、うん、あ、会議で、まあ、このブログやろうぜって話になった時に、ブログのね、ブログでみんなに聞きたいこと、みんなのこういうことを知りたいみたいなのをいっぱい出してくれたんだ。そう。じゃあ支配人でいいじゃんってなったんだ。そうだそうだ。そう言われて思い出すっていうね、もうやばいね。でもさらに、まあ、世代じゃないとこがおもろいよね、みたいな、うん、感じになって、支配人、いいって言ったら、はい。引き受けてくれた、うん、かわいい支配人が、はい、ブログを回しますので、みんなの記事ね、楽しみです。私も総務くんもどういう文章を書くかは全然知らないし、そうラジオは聞くけどさ、総務くん、うん、おしゃべりするのはさ聞いてるけど、どういう文章を書くんだろうねっていうのもあるし、まあ、川島さんのブログもね楽しみだし、だからそのなんていうの、その1週間の鳥じゃん金曜日、嫌だよねプレッシャーだよね、特にこの1回目ね、もうさ初っ端のタママがさいい記事書いたもんだからさ、まあ総務君も震えてるかもしれない、もしかしたら
うん、あと写真ね、写真もちゃんとそう撮んなきゃいけないから、うん、ちょっとそのテーマにねちゃんと沿う面白く楽しんでもらえるような記事、うん、目指して頑張って書いてきますので、うん、今後ともよろしくお願いします。はい、というわけで以上寝れない部屋ホットニュースでした。短あれ短いあれまあこういう感じでね、今後も臨時コーナーでやらせていただきますのでよろしくお願いします。では、ここで一曲お送りしましょう。本日のラストナンバーです。寝れない部屋フューチャリング中村たまきでハイリーエモーショナル。死ぬか楽ち打つかいつか勝った生きて立ち向かうか。した曲は寝れない部屋フューチャリング中村たまきでハイリーエモーショナルでした。寝れない部屋のラジオ、寝れない部屋のラジオ、この番組は以上スポンサーゼロでお送りしました。YouTube にてお送りしてきました寝れない部屋のラジオ、エンディングのお時間です。初っ端、そう、次のね夏のオリンピック行きたいね、ロサンゼルスだしねとか言ったんですけど、なんか川島さんがちょっと調べてくれたら、なんとその閉会式でレッチリが出てたと、ライブしてたという情報が、はい、ありました。失礼しました。もうすでに出ていたと、そこでね、すごいね、見たかった。見れんのかな閉会式、もうワクワクじゃんそんなんね、次に向けてね、やばいね今から4年後楽しみなんだけど本当に、行けなかったとしてもね現地にね行きたいけど、だからちょっと頑張らなきゃ本当に、楽しみだなオリンピック、冬のオリンピックもあるしね、楽しみがいっぱいだよみんな寝れない部屋のことも楽しみにしててくれたらいいな、私たちも頑張っていきますので、はい、よろしくお願いします。では、ここで寝れない部屋からのお知らせです。次回公演この声は届きますか、今
年12月12日木曜日から15日日曜日、下北沢オフオフシアターにて上演いたします。ぜひこちらご予定を今から開けておいていただけると嬉しいです。劇団ホームページでは過去作品の上映内容を販売中です。全公演分あります。各公演のグッズも取り揃えてます。狂っても恋のグッズもございます。東京下北沢の感激三昧さんでもグッズを置かせてもらってます。劇団員制作スタッフはオールウェイズ募集中です。そしてチャンネル登録高評価をお願いします。今週の川島はスターウォーズ。はい、スターウォーズのゲームをずっとしてます。ここのところスターウォーズのレゴのねゲームめちゃかわいいの。めちゃかわいいし、ギャグがすごいアメリカンジョークみたいなギャグがめちゃくちゃ豊富で、もうなんだろうね、映画丸々1本がそのゲームになってて、それが何本も入ってるんだけどパッケージみたいな感じで、そのだから映画見てたら次はこういう展開ってわかるんだけど、いやこんなここちょけてないよ本当はゲー映画はみたいなところがね、すごい可愛くてねキュートで面白いんですよ。で私も川島さんがやってるとこつい見てしまうぐらい面白くて、でそれもあってね、さっきジャバザハットって言いましたね私は脈絡なさすぎて怒られるっていう、はい、そんな感じです。今週の川島スターウォーズでした。はい、では、今回川島さんがコツコツ、作っていたホームページすごい、ホームページのトップですよね、トップページにニュースの欄が今できました。できそうな感じ、まだこれから大枠がとりあえずできた感じ、大変なんだってめっちゃ、なんか思ってた以上に大変みたいで、川島さんの負担多くねやばくない、ちょっと割り振ろう劇団員入ったしね、割り振ろう、ホームページはちょっと無理、レベル高すぎる、そうか、ちょっとな、できるところからね私もやらなきゃな。はい、もうそれもね、さておき最後に番組のメールアドレスを紹介しておきましょう。番組への感想、お悩み、劇団への求人問い合わせなど、すべてのメールは寝れない部屋 @gmail.com、 nerenaihya@gmail.com、 @は劇団名をローマ字で書いたゴリゴリのフリーアドレスでやらせてもらってます。なお寝れない部屋のホームページではもうちょっとしたら、あ、そうですね、コンテンツの詳細ページアップするので、そこから募集しているメール内容を確認してください。はい、重要です、ここは。で、その絵の一つとして今ねニュース欄を頑張って作っていただいてます。またもし感想を X でつぶやく際は、ハッシュタグ寝れない部屋のラジオつけてポストしてください。はい、なんかさ、もうそろそろさ、美味しいラーメン屋の情報とかさ送られてもいいじゃないのねえ、みんな一つや二つあるでしょ、どこでもいいよ、別に東京じゃなくてもいいから行くし車で川島さんもノリノリで行っちゃうよ、そんな教えてくれたら。ちょっとラーメン屋さん情報もね、多分これはホームページは載らないと思うけどラーメン屋さん情報募集みたいなの載らないと思うけど、裏募集みたいな感じでね、送ってきてください。何でもいいので、真夏の思い出でもいいし、そろそろね海の放送もやろうと思ってるんで、そのあたりもちょっと告知できたらなと思ってる、そんな今日この頃でございます。ということで寝れない部屋のラジオ、ここまでのお相手は寝れない部屋共同主催のコピティウスでした。良いお盆を。